入社時の社会保険料についてなんですけれども、例えば3月分の保険料について見ますと、3月31日、入社の場合はですね、これはもうあと1日しかないわけですけれども、3月分の保険料がかかるということになります。社会保険料ですね。一方ですね、4月1日入社の場合は、3月分の社会保険料というのはかからないと、こういうことになりますね。で、次に退社の場合を考えてみると、3月31日、退社の場合で見てみますね。3月31日退社の場合は、翌日の4月1日が法律上ですね、資格喪失日ということになっているんです。で、保険料は資格喪失月の前月までかかるということですから、3月まで社会保険料がかかると、こういうことになります。一方ですね、1日早く退社するという3月30日退社の場合で見てみますと、その翌日ですね、退職日の翌日、3月31日が社会保険の資格喪失日となりますので、資格喪失月の前月の、2月分までしか社会保険料がかからないということになります。退職日が1日しか変わらないのにですね、差が出てくるということです。で、それがたまたまですね、ボーナス月だと給与と賞与の両方で効いてきますから、結構影響があるという形になりますね。ただ以上見たような方法はですね、法律に定められている資格取得日喪失日の規定を活用するという方法ですから、あくまでも入社する人ですとかね、退社する人が出てこないと節減効果がないという方法です。従業員さんがですね、結構な数いらっしゃらなければですね、大した節減額にはならないというのが一般的だと思うんですよね。で、それ以上にですね、特に退職日を早めるなんて方法だとですね、健康保険とか厚生年金の保険料がかからない月につきましてはね、その社員さんにとってみればですね、別途国民健康保険と国民年金の保険料が発生してしまうと、こういうことになりますよね。